こんにちは、アンポルケです。アンポ三兄弟です。こんにちは。こんにちは、弟のニクです。喋るんで。今回はですね、三兄弟が集まったの自体が結構久しぶりで、で今日はちょっと三兄弟を出してほしいっていう話もあったんで、その話とあと弟とスパーリングをしたいなと思って今日この場を撮っております。YouTube のコメントや SNS にもすごい良かったんですけど、まあ、リクはもともと現役選手で、まあ、今も現役選手なんですけど、一回クラッシュっていう団体のチャンピオンになってて、ただここ最近2試合が2連敗してて、そのなんていうんですかね、格闘技から離れてたんですよ。っていうのも昔から僕ら3兄弟、アンボ3兄弟でテレビとかに出てたんですけど、僕ら2人はね結構大事なところで負けたりしてる側の人間で、僕も世界2位ですし、でお兄ちゃんは日本一も取ってるんですけど、リクに関しては日本一、世界一で結構ほとんど負けなしてきてて、多分その負けるっていう経験が今まであまりなくて、でそれでプロのリングで、まあ、結果とかもあったんですけど、ちょっと2連敗してね、挫折をして、格闘技って周りは応援してても結局やっぱ自分がやる気なかったらできないんで、戦うのは自分じゃないですか。だからそういうのもあって、まあ俺自身としては、まあ、やってほしいって気持ちはあったんですけど、本人がもう無理だと思われたらまあ無理かなと思ってたんで、兄弟でやりたいって気持ちはあったんですけど、まあ、っていう感じでまた連絡が来て、もう一回ちょっと今回はほんまに裏切りなしでやるんでお願いしますっていうのをこの前聞いたんで、その気持ちがどれだけ本気なのか、まあ俺自身はまだ正直そこまで信用はできてないんで、その言葉に、まあ弟の口からちょっと目標宣言なり、ね、どういうところを目指したいのかをちょっと聞いていきたいなと思って。どういうふうな、まあその休んでた期間はちょっと東京の方に行ってて、でまあ格闘技以外のいろんなことをちょっと勉強してて、まあ、いつ勉強しようと思って行ったんじゃないけど、まあいろんなことを勉強させてもらって、周りに恵まれてさせてもらって、まあ結局たどり着いたのは格闘技であって、毎日やっぱ格闘技のこと考えてなかったって、まあそれなんですけど、なんかこう寝る前とかも絶対格闘技のこと考えてたし、やっぱどうしてももう一回リングに出したいって思うし、でやっぱ選手としてやるからには絶対チャンピオンならないかんなってめっちゃ思って、チャンピオンにならない以外はやっぱ格闘家として別になんかそんな意味がないんじゃないかなっていうぐらい、もっとチャンピオンになりたいっていう意志が自分にはあるんで、体もちょっと大きくなって、2階級上げて、ライト級で 62.5 キロっていう階級で戦うことにすることに自分で決めて、自分のみんなにも伝えて、よろしくお願いしますっていう形で今練習させてもらってます。まあ来なくなった時に僕結構連絡してたんですけど、まあ、一番伝えたかったのは連敗をして辞めるっていうのがなんか一番かっこよくないなっていう、やっぱ別に辞める時って誰でも来るじゃないですか、格闘技なんで。その辞め方ってめっちゃ大事だと思うんですよね。その例えばアンボリクっていう名前で格闘技辞めた時に、この辞め方やったら何も残らんなと思って、例えば次したいことに何にも繋がらんし、そうやったら最後別に負けてもいいけどやりきって辞めたらっていうのをずっと思ってたんで、まあ俺としてはその復帰するこの心構えとしてはすごいやっぱ嬉しいんで、まあ、頑張ってほしいなと思うし、一緒に頑張っていきたいと思います。で自分の兄貴コウキに関しては、まあちょっと喋って、じゃあちょっと自己紹介から適当に、オールウェンジ部でトレーナーさせてもらってる、アンポ3兄弟長男のアンポコウキです。こんにちは。まあそうですね、ルキアと2人でよく話してたりして、でまあ何回かこうリク自身と面と向かって話して、戻ってくる戻ってこうみたいなやり取りも多い中、本人やる気あるからもう一回やらせてくれ、チャンスくれって言って何回もそのやり取りあって、で戻ってきたり、でまたどっかに消えたりっていうやり取りすごいたくさんしてきて、で今回結構本気で気合入れてるなっていうのも伝わってきたし、まあ、今回どれぐらい本気なのかをちょっとね、このルキアとスパー見て気持ちを見たいと思います。まあそういう感じで、はい、2人でスパーリングやっていきますか。じゃあはい、よし。結構久しぶりですね。まあ軽くパチパチはやってましたけど、動画でお届けする以上あんまりぬるいことはしたくないんで、結構ガッツリ戦うのは久しぶりですね。まあリクは長いこと離れてたんで、でその間俺はずっと頑張ってたんで、そこはちょっとそんな甘くないよっていうのを教えたらったらなっていう。体重は一緒ぐらいですか。まあ今はでもほぼ一緒ですね。俺も今減量中だし、多分71、2ぐらい多分一緒だと思うんで。はい、じゃあ行きます。はい、ドンス。
な。いるっていうのも分かってるんで、今年中に僕の復帰を願っている人たちのためにも1試合見せれたらなって思ってるんで、今年中に1試合できたらなと思ってます。ほんで目標は、とにかくチャンピオンになることで、まあ、目指しているのはもちろん K-1 のベルトを取ることです。どこまでこの気持ちが本気なのか分かんないですけど、まあこうやってね YouTube で出した以上結構な人が見てくれてるから、まあ応援してくれる人数も絶対変わってくると思うし、ちょっと本気でまたリクのことも、まあ僕のことも含めてですけど、アンブリックのことも応援していただけたらと思います。お願いします。よろしくお願いします。お願いします。ルキアに対してはジムのボスであり経営者であり、なんていうんですかね、まあ臭いですけど、マジで届かない背中、今はまだ全然届かない背中なんで、どんどんマジで僕も負けない。それでもいいけど。あ、オッケー。戦いしたいし。まあ、戦いしたい。そうですね。あの蹴り技が超多彩で、パンチの選手がだと特にやりにくいと思います。絶対前に入れないです。はい、いいですね。みたいです。遠い距離からでもその倒せる技どんどん飛んでくるんで、あ、練習中でもみんなもうボコボコにされてますし、やっぱそれでもみんな立ち上がって食らいついていくんで、みんな強くなっていくし、ね、だからほんまにこの時間の選手強いよな、ほんま。強いです。ボコボコにしてるんですよ、毎日毎日。試合前の関係なく自分が伝え技やって気がさせます。いや、聞こえ悪いえ、でも最初ほんまに全員倒れてたんですよ。もう最近倒れんくなった。倒れない。ほんま倒れんくなった、うん、ほんまに倒れないんで、めっちゃ強いんで。そうですね、だからここの選手たちは強いんで、みんなほんまにベルト取れる実力持ってる子もいるし、これから絶対どんどんつけてくる子もいるんで、アンボ3兄弟含めてチームオールウィンジムの応援もしていただけたらと思います。そんな感じなんで、ありがとうございました。ありがとうございました。今日はね、まあ、試合後も結構物議を醸した、海で喧嘩を売られたっていう動画の試合後にね、バーホーミーに、ホーミーでしたっけ、ホーミー、場所調べて、あの今日、とっついたいと思います、ホーミーを。さあ、なんかあってもいいよ、一応グローブは持ってきたけど、あのそんなグローブ持っていったら、まだアンボは素人と戦うんかっていうことを言われると思うけど、俺はこれからも素人と戦います。あ、出た。もしもし。はい。お疲れ様です。はい、今電話いけますか。あ、いけない。どうした？あ、アンポ君マジで店来てくれましたよ。ほんまに来てくれてます。よかったら来てほしいって言ってるんですよ。いや、行かしてもらいます。あ、じゃあ。お前の続きあるから。来た。